ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン、こんばんは。オードリーの小林です。土曜の夜かすみ。いやしかしね、一つよしなみ、本当興奮が冷めやらないね。興奮、うん、おー、何ですか。やっぱ1週間経ってもね、やっぱあのプロポーズの言葉素晴らしかったね。まあまあまあ、うん、まあそうね、ありがたい、ありがたいね。そう言ってもらえるとね。つくみさん、今までたくさんの手紙をもらってきたけど、今日初めて手紙を書きます。昨日家にある数々の手紙を読み返してみました。春日の誕生日、バレンタイン、クリスマス、1ヶ月記念、1年記念、春日が入院した時、 M1 の日、そのどれもが春日に対する気持ちであふれ、体のことを心配してくれ、最後は必ずまた来年も同じように祝いたいで終わっていました。すべての手紙に二人の将来に対してのたくさんの期待が詰まっていました。しかし年々手紙の数は減っていき、最後の手紙は5年前のことでした。手紙に代わって、結婚のことはどう考えてるの？というメールになりました。不安にさせて、悲しくさせて、辛い思いをさせてごめんなさい。ちょっとごめんなさい。わかりました。申し訳ないね。もう大丈夫よ。大丈夫というか、もうちょっと、手紙のことはいいじゃない。で、結婚で何かが変わってしまうのが怖かったんです、いやいや、とこがなんかやっぱり遊べなくなるからだろうなっていうのが今になって思うし、自分のことしか考えてこなかったんですなんて、もう予言かなって思うし、まあそうね。いや、ほんとそういうこと、まあそういうことではありますね。だから先週なんか、これから携帯をいじってのところ、チンコに変えた方がいいって言ってたの、もう当たってたんだなって。いやいや、まあ、当たってたというか、いや、まあ、この先はそういうことはもうないようにとは、この先はね、この先の手紙だから、これは。ねえ、この先の普通の日を一緒に普通に過ごしたいですね。本当、先週も言ってたけど、異常な日をやっぱ異常に過ごしてきたんだろうなっていう。まあまあ、そっか、過去ね。そうだしね。まあまあ、そうですね、そうね。で、まあ、最後ね、こういうことになってるんだけど。まあ、だから、いや、僕も初めて聞いたのが、水曜日だったかな。うんうん、まあ、そうですね。なんか、春日が乗るっつってさ、週刊誌に。ええ。あ、そういうのなんかよくあんなと思って、結婚決まった人の中で、それが半年ぐらい前でしょって聞いたら、いや、それが、みたいな。D ちゃんが、プロポーズの10日前で。申し訳ない。10日前、もう、10日前って叫んじゃったもん。まあ、いや、びっくりした。10日前はびっくりしたね。10日前はびっくりした。びっくりしたね。まあ驚かしたよね。いやもう、10日前。いやもういいじゃない、そんなに何回も言う。いや、わかるわかる。そんなに何回も言うなんていう権利はお前にはないんだよ。まあ、ないけども、いや、それ申し訳ないよ、本当に。それで10日前ってさ、もう全然モニタリングのロケが始まってたし、まあそうね、なんつうの、ピアノの練習ももう始まってたでしょ。まあ始まってたね。いや、それでお前そのピアノの、お前俺選手も恥ずかしいよ自分が、お前のピアノがその一生懸命だけど、もう最大限頑張ったけども、その不器用な音色に感動して、もう泣いたって俺も先週言ってたけど、お前その、言ってもらった、もうあれなけりゃもうちょっとうまく弾けてたんじゃねえのかっていう。もう、そのなんか俺、ピアノが分かってないやつだぞ俺。ピアノが分かんないやつだ俺は。いや、そんな。ピアノは分かんないんだけどね。そもそもね。
いやいや、そういうことじゃない。ピアノの音色の判断がつかない、うん。最大限に頑張ったけど、あの感じだと思ってた。まあもう最大限ではなかったという。なんかお前その寝る間を惜しんで、仕事の、うんうんうん、仕事の、うん、ね、間を惜しんでみたいな。まあ、まあそうね。俺は昔から怪しいと思ってた。お前のテレビには。どういうことよ。他は別にそんなことない。時間を惜しんで何かをやっている。うん、怪しいなと思っていた。何が怪しいのよ。時間かけていろんなことをやってきましたよ。いやー、うん、いやー、びっくりしたな。まあまあ、申し訳ないよ、ちょっとね。10日前だよ。うん。いやー、それで、ちょっと待って、なんで俺がこんな進行してんだよ。お前からだろ、それ。いやいや、申し訳ないね、本当にね。うん。うん、ちょっと騒がしてても、がっかりさせてね。うん、うん、まあいろいろそうなんです。お前それやばいよ、そんな謝り方、うん、お前。いやいや、申し訳ないと思ってます。申し訳ないですね、みたいなさ。マジでマジでやばいよ、その謝り方。いや、申し訳ない、うん、こればっかりは、ね、いや、これはね、うん、ほんとね、うん、まずモニタリング見てくれた方、うん、まあ、でまずまあ、うん、クミさんだよね。まあそうね。何はともあれ。まあそうですよ。そらそうです。そらそうですよ。で、モニタリングのスタッフさん、うん、お前、うん、何ヶ月、お前すごいな。10日前にお前、うん、パラちゃんとお前、うん、その酒飲みに行く、お前、うん、行かれてんの？ほんと、ほんとなんか、わかりやすい、わかりやすい行かれ方だからね、うん、これ芸能人の。まあそうだね。うん、そこはちょっとまあありえないなっていうのは思えるよね、今はね、今となれば。いや、そうだよ。それで、いや、だからね、うん、これ、うん、このラジオ聞いてる人はね、うん、なんか、分かってたことだと思うのよ。まあ、キャバクラ、コサージュね、うん、あ、ニューコサージュね。ニューコサージュね。新しく一回改装したからね。うん、うん、コサージュから。余裕見してんじゃねえよ、うん、お前。いや、余裕ではない。それはやっぱりいつも言われるからね。うん、店長にニューなんですっていう。すいません、ね。ニュー、いや、これはちょっとあれだな。うん、コサージュとニューコサージュ間違えちゃったからな。これはほんとすいません、うんうん。いいよ、キャップかけ自分でやんなくて。そんな大した問題じゃない。先に、いや、な、こういう変だ、変だけど、私が今が言うこと変だけど、私先にしてくれよ。こういう流れでね、こんな世間騒がして、まあ、クミさんにもね、悲しみをさしてるわけだから、私の方に欲しかった、キャップ。うん。いや、それでさ。大した問題じゃない、ニューと、ニューつけなかったの。で、まあ、クラブのビップルームとか、なんか入り浸ったりさ。うん、まあまあまあ、そういう時期もね、ありました。ね、もう、わかりやすい芸能人の染まり方で、うん、もう俺が一番嫌いな、恥ずかしい、体鍛えてモテ始めて、ね、キャバクラとクラブのビップルーム行って、それで待たしてね、クミさんを。もうちょっと遊びたいから。いや、まあまあ、そうね。含まれてるな。そこには含まれていた。うん。気持ちの悪い。うんうんうん。その結果がね、こういう風になってしまいね。お前、モニタリングのスタッフさんと、うん、お前、本当にもう俺らのロケ行く、あの、廃品回収とか、あの、街のね、うんうんうん。行って、お前、青森まで、あれだよ、飛行機で見に来てくれたんだよ、ツアー。ああ、モニタリングのスタッフさん。そうだそうだそう、そうだった。でしょ、うん、それで武道館も来てくれて、うん、喜んでくれて、うん、やってくれることになって。うん。お前どうすんな、お前それ。うん。もうあと見てくれた人ね。まあそうね。うん。見て感動してくれた人にも。うん。うん。申し訳ないって思うけどね。うん。うん。いや、申し訳ないじゃなくてさ。うん。それでさ、あとさ、なんか、嫌なんだけど。うん？こんななんか、うん、ワイドショーの MC みたいなことすんの。マジで。マジで嫌なんだけど、これが。それも申し訳ない、そんなのさしてね。マジで腹立つわ。うん。こんななんか、いや、うん、あの、俺ね、もう、うんうん、あの、今までね、うん、なんか、今まで、うん、あの、まあ、その、ワイドショーのコメンテーターのオファー来たけど、はいはい、全部断ってんのよ。あ、そうなの？うん。あ、そういうのあったの、ね、自分の善悪の判断に自信がないから。
わからないから、まともな人間じゃないと思ってるから、自分が。全部断ったんです。ワイドショーのオファーは。わから、自信がないから。いや、まあまあ、ね。人のことを言うほどの人間じゃねえから。それをお前、このラジオだってお前、ニュースとか、お前、ちょっと時事ネタ喋んねえでやってきて。まあまあ、そうね。敵はこんな近いとこいたか、これ。申し訳ない。すいません。これちょっと、うん。激高しすぎたな、これ。いや、違うのよ、いいのよ。全然いいのよ。全然いいの、自分で書けなくてさ。いや、ちょっと。キャップをさ、ちょっと激高しすぎ。いや、いいのよ、お前のせいだっつってて、バッとさ、ボトルかけでいいわ。ボトルかけしてもらって。全然良かったなっていう方が良かったな今の、うん、それでさ、うん、ネットの記事見たけど、あの、うん、お前の格好なんだあれお前。あの変装。お前上着のサイズがちっちゃいわ。そこはいいじゃない、別に。そこはいいじゃない。で、あの、お前そのな、うん、レーシックしたのになんでメガネしてんだよ。いや、そこはいいじゃん、まあ、お前変装であんだけ笑かしてくんの、お前かカルロスゴーンだぞ。いやいや、そのレベルの変装じゃないじゃん。違う人だって。まあ、あれが有名になっちゃってるから、お前のあのスタイルが、もう逆に目立ってんだよお前。まあまあまあ、そうね、うん、いやそれやっぱこっちもびっくりしたから、別に急ね、上着のサイズが小せえよ。いや、そこまで。お前なんで M 着てんだよ、お前。M だろ、あれ、お前。まあ、M だよ。M だけど。いい、それはさ。あれはキャップかけです。上着のサイズが小さいから。違うのよ。撮られたことにかけてほしいのよ。写真の撮られたことに。うわ、熱っ。ちょっと待てよ、おい。おい、熱っ。いや、ちょっと、ポットかけはない、ポットかけは。おい、だから、熱い。なんだよ、おい。いや、俺は、うん、俺は、だから、その、ほんと、スタッフさん、だから、モニタリングだけじゃない、うん、他のスタッフさんだって、お祝いしてくれて、ヒルナンデス、そうね。スクール革命、うんうんうん、ね、動物ピースしかり、うん、ね、うんで、まあ、モニタリングのスタッフさん、何ヶ月かけてお前やって、お前、そう、うんうん、いや、10日前がマジでやばいよね。まあ、でそのそうね、もともとやばいんだけど、この話はマジで。うんうんうん、普通に。でも俺は、リトルトゥースはね、俺とか、うん、その知ってたじゃん、カスガが、期待始めておかしくなっちゃった。ビップルームだ、クラブの。で、なんか、それで、ちょくちょくそういうことがあって、キャバクラだ。はいはいはい、はい。で、あと年末のおっぱいパブね。まあ、で俺はだから、うん、いい正直、うん、お前のその結婚に、その、うん、で、そういうのはなんか、クミさんってどうな、うん、大丈夫なのっていう気持ちがあったから、はい、なんか自分が泣くと思ってなかった、あの時は。なるほどね。そうそうそう。それで、なんか、だからそういうのを全部清算して、うん、もう、そういうのももうしませんってなってね。うんうん、で、っていうことで、うんうん、それでようやく決心して始まったと思ってたのよ。うん、うんうんうん、うん。それがもう10日前だぜ。行かれてるよね。それでなんかあんだけ有名な自分ちに、うん。いや、それはもう異常だと思わない。いや、もうそう、そうね。で、その、で、うん、その、あんだけ有名な家の近くでマスクしてフード被って、もう逆に目立つわ。いや、カスガですなの、あの格好はもう。まあまあ、もはやね。もはや。なんならピンクのベースとして七三にして、ロケだと思わした方がいいぐらいですよ。いや、そんなに ?10 日前はちょっと脇が甘すぎる。これは脇バットだな。脇バットもあるのね。そんなのがあるの、ね、これは脇が甘いってことで。まあまあまあ、まあそうね。確かに。これは脇バットですね。脇が甘い。うん。うん。これはね。脇が甘いとかもう本当に。脇が甘いとかじゃないんだよ、本来。まあ、出た、出たよ、私の。うん。うん、ずっとやってきたことが。脇をちょっと上げて、これは脇にお仕置きです、脇が甘いっていうことで。脇のせい。いった！おー、フルスイングだぜフルだぜ、脇にフルスイング、初体験。これは脇バットですね。40年間で初体験だな、これ。いっつー
これはいつ、まあまあまあそうね。いや、それはもう、うん。痛いとか言ってらんないな。言ってる場合じゃないわ。言える立場ではない。いやー、びっくりしたね。いや、俺も自信ないよ。うん、こういうのは。自信がない。自信ない、うん。自分がまともな人間じゃないとは思ってるから。ああ、正しいかどうかっていうのは、こう今言ってることが。そうそうそう。いや、正しいですよ。それはもう全然正しい。いや、でも正しいとか言うこと言わすな、うん、お前。もうそこだけやりたくなかったんだよ。ずっとやってこなかったな、このラジオでも。まあまあ、そうね。うん、趣味の悪いさ、うん、趣味の悪い話だぜ、これ。そうね。申し訳ないよ、なんか楽しくねえな、最近オールナイトが全然。全然楽しくねえな、最近。これは、右脇もですね。いや、右脇もですね、これは。脇バットですね。ちょっと待ってくれよ、これは、左脇もです。いったいつ顎バット、顎も当たった、顎も左、顎バットもだぜ左脇と顎もやよいつフルスイングだよまあまあ、しょうがない。いやー、うん、しょうがない。楽しくないね。まあまあ、そうね、うん。うん。申し訳ないよ、これは、本当に。いや、それで、まあそうね。お前からどうなの？なんか、うん、お前から喋った方がいいよ、こういうのは。いや、本当にもう申し訳ないと思ってますよ。世間も騒がしたことも申し訳ないし、うん、何よりね。ふみさんをこうね、まあ喜んでもらったのにすぐ、こうやってまあ悲しませるってもレベルの話じゃないよね、もうね。まあ恥ずかしい思いもしただろうしね。うん、周りから祝われて、その直後にこういうことですから。いや、ほんとだよ、うん。いや、ほんとに。いやー。うん。甘い、甘い。やばいよ、これは。うん。ずーっと。うん。まあ、積み重なったものが出たっていう感じがするね。これは ね、積み重なったもの出てるんですよ。うん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 、ここだけじゃなくてね。うん。いや、あのね、こういうのはね、そうなんですよ。うん。この一件だけじゃないんです、絶対。うん。この責任感のなさ、仕事へのこいつの。うんうん、これは、前も言いましたけど、うんうん、鳥取のね、相撲ロケです。鳥取の相撲ロケで休憩中にね、うん、トイレ行かずに回ってから技術さんと演者を待たして、うんうん、こいつトイレ行くんですよ。で、5分待たすんですよ。そういう小さいしくじりから、始まるんだぞって、俺は、夜、LINE してるんですよ、こいつに、うんうん。でもこいつはもうダメです。もうこいつはもう、ほんと、なんか、わかりやすい芸能人の染まり方しちゃってたから、その時に。なんか若林がうるせえこと言ってんなで。うん。うん、住んで、うん。で、その後、九州でも、うん、ライブ始めますってなったんですよ、九州の。北九州の。はいはいはい、はい。そしたらこいつが、いや、開演時間にだよ。トイレ行ったんですよ。で、俺は、ミレニアムズって書いたマスクをかぶって、会場の後ろに待機して、そうだったね、これ何待ちつって、うんうんうん、だから春日さんがトイレ行ってますって、うん、開演時間5分するって、うんうん、で、それも俺も 夜メールしたんですよ、うん。いや、なんで本番前行かないの、うん、そういうなんか責任感のなさが、うん、そういうの積もり積もって、まあいいや、うん、まあいいやでこうなるわけですよ。うんうん、まあそうね。うん。うんうん。ほんとそう。ほんとそうよ。いや、こんなこと言わすな、お前。学校か、お前。学校か、ここは、お前。すいませんね、もう40、40になってね。学校みてえなこと言わすなよ。うん、いや、そうね。うん。学生時代に怒られることですわ。いや、そうだよ、お前。今になってね、40になって言われることじゃない、これは。いや、ほんとに。ほんとだよ。で、その時やっぱ気づいてない。うん。うん。うん。今になってね。いやー、敵はこんな近くにいたか。ああ、本当にこれはね、うん、申し訳ないですよ、本当に、ね。いや、申し訳ないですよ。こんなこと言わしてね。いやー、そうなんですよ。それで、びっくりしてね、俺も、これを話聞いて、うん。いや、マジかと思う中、うん、昨日動物ピース1時間遅刻してきたんですよ、こいつ。やばいっしょ、こいつ。まあまあ、やばい。あれもやばい。さらにやばいよ。これはキャップだけですね。いや、ほんとにね。
うん、これはキャップ影です。まあキャップ影ですね、うん、うん、これはね、うん、うん、あっ、いやちょっといや埋めなくていいよ適温にさ、お湯でいいじゃん、さっきの。いや、熱いって言ってたから。いや、いいんだ、熱くて。より熱くていいよ。より熱くてよ、いいよ。もう、それぐらいのことしてんだから。熱いって言ってたから。水を混ぜて、適温にしないでくれよ。なんか、申し訳ねえよ。申し訳ねえ。熱いって言ってたから。うん、いや、言ってたけど、いいのよ。うん。熱いって言うぐらいでも足りないぐらいなんだからさ。うん。うん、いいのよ、気使わなくて。やめてくれよ。お前、それで、うん。謝りに行ってんだろうな、いろんな現場に。おい。まあ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 、謝りに、そうね。うん。うん。ちょっとモニタリングがまだ行けてないですけど。うん。うん、お前、ちゃんとお前、ポテコンに謝りに行ってんだろうな、お前、その、え？レギュラー番組の人全員だぞ、お前。なポテコンに謝りに行ってんのか、てめえ、この野郎。ポテポンは、まあ、ちょっと、まあ、ポテポンは、行ってないし、多分行かないです。そりゃまずいよ。いや、まずいかな。3年ぐらい前なんだよな。もう、いや、そういう問題じゃねえの、ないのかな。もうわかんないよ。もう何もわかんない。ということはもう自分がもうまともな人間じゃないと思ってるから。当たり前だろ、お前。ポテポンは違くないのか。そういうのないか別に。うん。全員か。ここは謝りけど、ここは謝りに行かないみたいな、ないのか。ないのか。それお前。超やばいぞ、お前。いや、ポテポンはだって、その。で、お前さ、何なの、うん、お前なんか、どういう神経なのマジの話。その、この10日前に行ったっていうのは。いや、もう本当だから、もう、何も考えてない状態です。何も考えてない状態で。何も考え気づいたら、飲み会に行ってたの、うん、いやいや、そんな。うん。行ってる意識ないってことじゃなくて、うん。それがどれぐらいね、まずいことなのかとか、もう当たり前みたいな感じになっちゃってたから。そうね。飲み会に行くみたいなのがもう。いや、ショックで、俺。うん。いや、こいつ、なんかもう、その何、うん、そのキャバクラとかさ、クラブのビップルームが、やばいと思ってたじゃん、俺たちは。うん、で、その、狙ってる素女は大丈夫なのかなって思ってたけど、うん、それはなんか、その、まだ、うん、まだまだ、なんか、大丈夫なラインで張ってたってことだよね。うん。うん。そうね。いや、こう、うん、いや、怖いよ。その辺がもう、うん、ラインがもうさ、うん、うん、自分の中でもぐっちゃぐちゃになってる。中学の同級生がこんな黒いタイトルつけられて、うん、俺は怖いよ。申し訳ない、そうだね。いや、まさか春日うつだと思わないもん。春日うつってなんだよ。春日うつって何よ。いや、怖い。さすが、うつは何なのよ。まあ、まず、そうだな、それはもうそうだわ。うん。確かに、そういうレベルだよ、レベルというかね。うん。うん、言われて、それはもう確かに。ただもうよくわかんない、よくわかんないね。うん。こんな、やつ。いや、その、クミさんと、その、見てくれても、うん、時間と、感情とね、うんうん、あの、感動してくれた方とね、あと、モニタリングのスタッフとさ、うん、そこの責任感のなさがあって、うん、お前、それをなんか言わさないでよ。俺だってまともな人間じゃないんだから。まあ、そうだね。うん、自信ないよ、うん。クラスの足並みをずっと乱してきて。うん、もう1時24分に言わすなクラスの足並みを乱してきたやつに。俺自信ないよ、俺は申し訳ない、そういうね、役目させちゃって。うん。本来そういう人じゃないのにね。避けてきてんだから、ワイドショーのコメンテーターを。自信がないからそうね、それがもうこんなところで、ね。わかんないからでも、この事件が悪いってことはわかる。うん。裏もは、そうですね。うん。うん。完全に私が悪い。冗談じゃないよ、本当に。うん。うん。いや、申し訳ない、本当にね。いやうん。うん。いや、その飲み会は、その大丈夫なん、それ。その存在を知らなかった、その飲み会の、なんか、キッズリターンの林がさ。
削りたんの林がいる飲み会だよ。林会だよ。林会ね。悪い道に誘ってくるというかね。まあ誘惑というか。お前動物ピースのスタッフさんだってお前大変よ。動物ピースまあまあ遅刻しちゃったからね。金曜日で違うよ。1時間。いや一応お前その、うん、まずなんで遅刻してんだ1時間。なんでってもうなんだろうね、うん、自分でももううん。まあね、なんだもうわからんよね。パッと起きたらもう、うん、入り時間だったから、ね。お前もうやめろ、お前。干されろ、お前。いや、やめてくれよ。やらしてくれよ。もう自分でもわけはわかんなかったよ、もう。急い、まあ、行って。いや、それでさ、うん、いや、それでさ、もう大変よ。うん、なんか、うん、すごいさ、けなげにさ、なんか若い子がさ、うん、春日さん、すいません、おめでとうございます。これ、クミさんが使ってもらえたら、つって、来てくれたら、その、プロデューサーが、うん、ちょ、ちょっと、うん、スマホでネットニュース見てきて、え、みたいな。パタタタタって見て、またパタパタって戻ってきて、タイミング悪くてすいませんでした。いやいや、お前。謝らしてね。いや、こっち謝るのは。いや、それでさ、申し訳ない。こいつはさ、うん、こいつはさ、うん、こういう件があったらさ、うん、人間っていうのはさ、その自分がいかに調子に乗ってたかわかるじゃない。うん、したらこいつ、うん、昨日だ金曜日でしょ、うん、昨日今日の仕事さ、うん、めちゃくちゃコメント量増えてんだよ。いや、その頑張んないといけないっていう逆にね。で、回ってない時が喋んねえみたいな調子こいてたけど、うん、めちゃめちゃ共演者に話しかけてんだよ。いや、もうだからやばいと思ってるから。そうね。やっぱもう変わんなきゃいけないっていうのもある。熱っ熱っ熱っ、いや。いや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 、コンボはさ、ポットかけとは熱いって、まあ、でもそうだな、でもそれぐらいのことだわ。その分調子に乗ってたってことだからね。いや、まあそうね。うん。調子に乗って、やっぱその、話しかけもしなかったし、みたいな、もう全部。その辺もやっぱ変えていかなきゃいけないなみたいなところもあったし、申し訳ないっていうの気持ちもあったしね。いや、それでさ、うん、もうほんと、まあ俺の責任としてはなんかこういうなんかちょこちょこね、ロケで回すってなってからなんか待たせたりするでしょ、こいつ、うん、で、なんかそのまあ聞く耳持たずだっただろ、今まで、うん、まあまあそうね、うん、うん、で、俺の責任もあるよ、それは。いやいやいや、それはもう、うん、それで私が悪いですよ。もう何年ぶりによ、うん、今から俺ん家来いっつって、うん、夜、うん、昨日の夜よ、うん、うん、ちょっと二人で話すしなきゃと思って、うん、呼んだらお前、うん、もうフライデーで撮られた時と全く同じ格好できたの。いや、それはさ、モニターに映ってんだよ、フライデースタイルが。それはさ、だってカルロスゴーンが映ってってんなぁ。カルロスゴーンとか言っていいのかよ、それで。大丈夫なのか、これ、お前。いや、まあまあ、あんまり良くないかもしれない。まあ、わかる。そう、まあまあ、しょうがないね。いや、そう、まあ、それも申し訳ない。それも配慮が足りなかったわ、そこもね。そうね、格好しない方がいいな、もうな。